岸優太 TBS プロデューサーから連会のことを背中から切りつける真似と猛烈批判される。一部ファンからの批判もヒートアップ。こんにちは、スコープ芸能です。9月30日をもってジャニーズ事務所を退所した元キング&プリンスの岸優太さんが15日、元ジャニーズ事務所副社長でエンターテインメント会社 2B の代表滝沢秀明氏と合流することを同社の公式 YouTube チャンネル生配信で発表しました。東京ドームから生配信された今回、平野さんと神宮寺さんが笑顔で岸さんを出迎えると、3人でのユニットナンバーガイを結成することも発表。岸さんは新鮮でしかない、全力で何かをして皆さんの胸に届けられればと話しました。最後には平野さんから、なんかこの後あるんでしょと振られると、岸さんはダッシュに出させていただきます、非常に面白いので皆さんぜひ見てくださいと日本テレビ系ザ・鉄腕ダッシュを告知。平野さんと神宮寺さんも笑いをこらえながら、お願いしますと視聴者に向けアピールした。この告知にネットからは、岸くんおかえり、ダッシュの告知もありがとう、岸くん自分の新たなスタート発表の場でちゃんと鉄腕ダッシュの告知をするところが岸くんらしいというか、とっても良かったよ、生配信でしっかり告知してたね、岸くんが愛される理由がわかる、と歓喜の声が続々上がっていたようです。さらにザ・鉄腕ダッシュのチーフプロデューサーを務める島田総一郎氏も自身の X 旧 Twitter で、岸くん本当に告知してくれた、わらっと反応。これにもネットは、そういうお話あったんですね、これからダッシュ見ます、律儀だね、今日の視聴率は高いかも、岸くんはやっぱり恩をきちんと返す男、岸くんは約束を絶対に守る男ですからね、約束されてたんですか、忘れずに良かったです、など反響を呼んでいました。ですが今回の新グループナンバーガイの結成発表でキンプリファンから X で悲鳴が上がっているといいます。この日の配信では新グループ結成発表のほか、岸さんが X を始めること、ファンクラブの開設、コンサートなど今後の活動についても語られています。ジャニーズ事務所に残ったキンプリの永瀬廉さん、高橋海人さんと2対3で分裂した形となったことに、永瀬さんと高橋さんのファン廉海譚を中心に X 上では様々な声が上がっているようです。廉海がかわいそうでならない、2人の思い踏みにじってんじゃん、残ってキンプリを守ってる2人を何だと思ってるんだろう、裏切りではないけど新しい道を進むことを決めて発表して今に至るまでの対応がクソすぎだとは思うの、などの書き込みが相次いでいるようです。一方で、なんで 2B が悪者で廉海譚かわいそうってなってんの、かわいそうちゃうやろ、廉海譚だけど3人は裏切りでも何でもない、新しい道を進んでいこうとしてるだけ、と批判への反発も少なくないようです。また同日には岸さんの X も開設したことも発表され、3人の仲良しショットを投稿するというファンにとっては怒涛の展開となったようです。岸さんの合流が発表されると関連ワードが X を席巻、中には 2B で合流した3人に厳しい言葉を浴びせる声もあったようです。 TBS のプロデューサーでドラマ「ビューティフルライフ」「アンナチュラル」などを担当してきた上田裕樹氏は自身の X で「俺は廉海譚」と明かし、こう綴っています。人って道を踏み外すと顔つき変わる、元仲間が困っている時に背中から切りつける真似は僕は好きじゃない。さらにリプランでは読者からのリプライに返信する形でこうも発信しているようです。タイミングは他にあっただろうと僕個人は思いますけどね、他の方法もあった、自由はあるが配慮のかけらもなかったよね、まあそれは個人的意見で彼らの幸せを祈ります、触れることはないですよ。その後しばらくして、まあ人はそれぞれとしか言いようがない、是非もない、お気を悪くされた方にはお詫びしますと謝罪しました。だがさすがに一線を越えていたのか、この件について多くの非難の声が集まっているようです。同担としても恥ずかしいし
TBS のプロデューサーとしてもありえない。事務所はメンバーとの方針が合わないから。脱退して新しいグループ立ち上げただけの3人にこんな言い方ないわ。しかも事務所がこの状況になる1年前から決まってた話だし、レンとカイトも自ら進路を決めて前に進んでる。賛否両論あるやろうなぁとは思ってはいたけど、え、なんなんこいつ。いつ彼らが背中から切りつけた。道を踏み外した。違う道をそれぞれ歩み出した。それだけやろ。ジャニオタの 2B 批判はやむなしだとは思うけど、これは許せない。てか3人のことも応援してねって言ってくれた連会の気持ち踏みにじんな。3人ともしがらみから放たれたような、ほんわかして自然ないい顔でしたね。元仲間も困っているなら、対処なり自身で道を選択する人たちだと思います。それぞれの選んだ道がどう進もうと、違う選択をした人のせいにしたり足を引っ張る人たちではないと思います。どちらに対しても失礼な発言ですね。今回の岸さんの合流についてネット上では賛否があるようですが、個人的には本人が選んだ道を精一杯応援していきたいですね。ナンバーアイとしてまた3人の歌やダンスパフォーマンスが拝めると喜ぶファンが多い一方で、岸さんの合流発表が、彼がおよそ3年の間お世話になってきたザ・鉄腕ダッシュの3時間 SP の直前だったことから、かぶせを行ってきた滝沢氏に対する批判的な声もあるようです。一方でレコード会社関係者はこういう見方をしています。批判炎上を覚悟で滝沢氏が3人を早めに売り出しているのには理由があるんです。シビアな話ですが、現在の 2B で売上的に期待できるのがナンバーアイの3人しかいないんですよ。事実、三宅さんは9月22日に配信限定曲レディトゥーダンスをリリースしていますが、この曲はオリコンの週間デジタルシングルランキングで初登場36位でした。それに対して平野さん、岸さん、神宮寺さんはキンプリ時代からとんでもない人気を誇っている3人です。特に平野さんは 2B 合流後に初仕事となった9月28日発売のエルジャポンの11月号が即完売したり、インスタグラムで披露したルイ・ヴィトンの服が26万円のバッグと20万円のパーカー全サイズが売り切れて、オンラインショップや店頭で即日品切れ状態になったりと、その人気は圧倒的ですよね、と前室のレコード会社関係者は話しています。 SNS のフォロワー数も7月7日に開設した平野さんと神宮寺さんのインスタグラムがそれぞれ407万人と207万人、岸さんは10月15日午後8時に個人で X、Twitter を開始しましたが、すでに 58.6 万フォロワーと急激に数字を伸ばしています。そんなナンバーアイが主体になってドームツアー観光して、チケット代だけではなくグッズなど物販もバカ売れさせて、さらにファン待望の新曲を配信して、そこでも収益を得る平野さんたちは世界進出を目標にしていますから、時が経てばそこへ向かうでしょうが、その前に国内でしっかり稼いで、まずはお世話になる 2B を支えていくのではないでしょうか、とレコード関係者は続けました。岸さんの合流報告動画で、マストだけどコンサートはやりたいと話していた平野さん、来春にドームで、それがいよいよ叶うのかもしれませんね。今後の3人の活躍に注目です。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。